水死鋭は中国清朝、北洋艦隊隊員の中屯地の意味。もともとは、深国各地の海岸や川の軍港近くにあったが、現代日本では、一般的に、1905年、日露戦争中の旅順軍港攻防戦の停戦条約が締結されたことで有名な、遼寧省大連氏旅順の水死鋭を指す。水死とは、清時代に、 各地の海岸などに設立されていた水軍を指し、エイトは軍の駐屯地のことであった。そのうち北洋艦隊は異海兵に本拠があり、旅順軍港から北へ 5km のところに水死兵があった。現在はそうした海軍施設はないが、大連市旅順部地区水死兵鎮と呼ばれていて、旅順南路の各家鎮から水死兵鎮に至る、各水航路と旅順北路の交差点近くにある。 水死鋭会見所旅順停戦条約の記念撮影。中央左が野木マレスケ大将、右がアナトーリーステッセリ中条旅順水死鋭のある農家で、日露戦争中の1905年1月5日に、旅順軍高攻防戦の停戦条約が締結された。日本代表は第三軍司令官、野木マレスケ大将、ロシア代表は旅順要塞司令官、 アナトーリーステッセリ中場であった。ここは現在でも保存されていて、40元の入場料金を支払えば見学可能である。現在の建物は1996年に復元されたもの。ありがとうございます。